ボトル一本で三十万円する超高級の緑茶が明日発売されます。とても綺麗な味がします。で、後から旨味と甘みが増してくる印象です。この緑茶は機械では摘むことのできない若い茶葉を手で摘み。水出しで三日ほどかけて抽出しました。 750 15 30ミリリットトルルのボ1本本でで万円15本限定で明日発売されますペットボトル入りのお茶の普及で品質の高いお茶が衰退していて販売元では味の違いを知ってもらうことで高級茶の市場を活性化し技術の継承を支えたいとしています。